人は変わらずに変わり続けているんだ。俺たち、これから3人ともバラバラだね。うん、そうだね、バラバラだね。まあ、また会おうよ。うん、そういえばさ、あの話覚えてる？空港の時の話。あれね、あいつの、うん、あいつ高校を卒業した俺たちは別々の大学に進学した。二人は地元の大学に進学し、俺は地方の大学に進学した。それから1年が経った。二人とはたまに連絡は取っていたものの、一度も会うことはなかった。そして、今日1年ぶりに二人と地元で再会する。1年経って、二人はどれくらい変わっているのだろう。久しぶり。セッキー久しぶりだね。なんじゃこりゃえ、ちょっとじゃあ行こっか。いや、行こっかじゃねえよ。行こっかじゃねえだろ。おい、ちょっと待って。え、私さ、なんかいろいろと変わったよな。そう、いや、変わってるよな。変わってんだろ。これ変わってるよ。よし、お久しぶりだな、この部屋も。うん、これ座って。うん、どう、これ、お菓子買ってきたからさ、後で、みんなで食べよう。ありがとう。ちょっと、ジュース取ってくるから、ちょっと待ってて。
台紙がおかしい。明らかに変わってる。なんだあの顔は。なんだあの胸は。おっぱいか。ねえ、台紙さ、うん、しばらく会わないうちになんか変わってない？いや、そういうこと陰で言うべきじゃないと思うけど。いや、そういうこと言ってるんじゃなくてさ、おまた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 、よし、それじゃあ1年ぶりの再会に乾杯。乾杯。乾杯。あれ、あの時のさ、うん、あいつ、あ、もう空港の時、わかるわかる、うん、なんかトイレに置いてきちゃってさ、どう考えても気になる。泣きながら帰ってきて、そうそう、ね、あいつ大してこんなんだったっけな。あの時すげえ、うん、あ、え、形違がない。あと、なんだっけ、あとなんかあったよね。肉まん？浅草の遠足。しかもなんか上に乗ってる。あ、 であったあったなんかいきなり全部鉄板に入れちゃって、うん、そうだ、全部蒸発してさ、そうだ、野菜の前に、うん、もしかしてあの、つゆみたいなの、大志のおっぱいは肉まんなのか。あいつね、ね何やってもなんか変なことになるよな。食べちゃっ、え、わかんないな、これ。なにこれ、おっぱい食った、これ。あれ、席どうかした？やったって。あ、一人だけ肉まんずるい。え、え、そっちじゃねえよ。ああ、ごめんごめん、下に予備の肉まんいっぱいあるから。え、今取ってくるからちょっと待って。予備、予備。ねえ、今大事の片っぽのおっぱいなかったよね。え、何言ってんの。え、悪い悪い、ごめんごめん。お、うまそう、いただきます。うん、食って食って。形地が復活してる。うまいっしょ。お、超うまい。やっぱり大志のおっぱいは肉まんなのか。あれ、席食わないの。あー、うん、あのね、これ自家製だから。お、マジで、うん、すごいね、作ってんの。うん、書いてくんの。うわ、こっちも。はぁ、あ、なんだよこれ。あ、そうだ。ん？キャッチボールしんかい？お、いいね。行く？うん、行こうよ。よし。懐かしいな、こうやってキャッチボールすんの。そうだね。なんか今日セッキー元気なくない？うん、どうかした？いや、ごめん。いや、別にいいんだけどさ。久々だとやっぱきついな。あ、ちょっとトイレ行ってくるよ。やっぱり気になるな。やっぱ
言葉にしないと分かんねえもんな。聞こう。うん。大志？何？大志さ、なんか高校の時からいろいろ変わったよな。見た目とか。関さ、俺のこと変わった変わったって言うけど、一番変わったのは関なんじゃない？え？俺はいつまでも変わんねえよ。俺もちょっとトイレ行ってくるわ。うん。変わったのは俺なのか。あの頃の俺はどんなだったかな。そうか、あの頃から大志は何も変わってなかった。